って小屋にある無線はちゃんとしたやつなのか。朝の放送専用だと思ってた。ああ、もちろん昔はもっとちゃんとした無線局だったらしいよ。まあ今もだけど、最近は誰もキャンプにラジオなんか持ってこないしね。ああ、ほんと不思議な感じがするよ。昔は友達のラジオに CD を持ってきてたんだ。最近は全部スマホでできるもんね。まあハケットさんが全部キャンプ初日に預かっちゃうけど、気が散らないようにってさ。ああ、便利だけどよしあしだよな。それでそういうことをやりたいのか。キャンプの放送じゃなくて DJ とか音楽の仕事。ああ、うん、まあ音楽は好きだけど、専攻したいのは量子力学さ。量、え？うん、でもどう見ても理系には。だよね。まあほらここではね。悪い、すごく気になるんだけど、どういう意味だここではって。ここってのはこのキャンプではってことだよ。だからこれは家だけにして、ここではほら。つまり君は天才だってことなのか。言い過ぎだよ。でもまあとにかくそういうわけで、キャンプに来た当初は居心地が悪くってさ、それをなんとかごまかそうとして大げさなジョークを連発していたら。そうだったのか。受けてただろ、チャラいディランはさ。ああ、君はチャラいディランを楽しんでたのか。いや、うん、まあそうだね、悪くはなかったよ。うん、ディランなディランがいいな。ほら、それじゃあ初めまして、ディランなディラン。俺はライアン。さっさとここを離れようぜな、ライアンだ。ああ、そうだね、それがいい。うわ、手首がちぎれちまうぞ。なんで子供向けキャンプに。わからないけど、夏の間はなかったよな。あったら気づいてただろ。まあ何にしてももう役立たずだ。
ガキどもめ、古いんだから大事にしろって言ったのに。おっと、それどころじゃない。どうだ？オーケー。うわ、ガラクタだらけだな。でも子供の頃に来た時は本当ゴミばっかりだったんだよ。何年もずっと使われていなかったから片付けるだけでも一苦労でさ。やっとここまでにしたんだ。期待外れだったら悪い。だけど努力したことは認めてほしいね。分かった分かった。ちょっと待って。よし、この辺は必要か？工具かい？いや、ああハケットさんが置き場所に困っててさ。でここを使わせてもらう交換条件として預かってるんだ。ああ。でどこまで届くんだ？この設備はキャンプ場内の放送とか小型ラジオへの中継用だ。だからまあ到達範囲はせいぜい 1.5 キロかな。こんなのよくわかるな。まあなんとかね。ふん、俺は このテクノロジーってやつがどうにも苦手なんだよな。うん、興味があるなら教えるけど。講座みたいに？簡単だよ、クライミングと同じさ。頼むよ先生。とにかくこいつの出力を上げなきゃいけない。でこいつの出番だ。古いな。信号を増幅してくれる。見た目はボロいけど試す価値はあるさ。でこれで通話ができるのか？まあね、けど双方向無線じゃないから、あ、つまりさ、話すことはできるけどその後は受信に切り替えて誰かから返事があるのをじっと待つしかないってこと。望み薄だけどね。まあ仕方ないだろう。よし、じゃあなんて言おう。とにかく緊急事態っぽく頼む。 OK。 もしもし、誰か聞いてますか？こちら助けを必要としてます。こちらハケット採石場サマーキャンプのキャンプリーダー。事故、いや襲撃に遭いました。状況は深刻です。助けてください。近くにはクマの軍団がいます。ハンターもいて、クマを飼っているみたいだけど俺たちも撃たれました。かなりまずいです。仲間が何人か怪我をしました。だから冗談抜きで助けを求めてます。お願いです。凶暴なクマがいてどうしたらいいか分かりません。どうか助けてください。 SOS、 緊急事態です。救助を求む大至急です。どうか助けてください。よかった。どう？クマの軍団？ん？クマの群れだろ。くまなくクマがいるって？まったく。さてと、受信に切り替えて応答がないか待ってみるとしようかな。あ、そうだな、無線は任せた。俺は外を見張る。うん、よろしく。
小屋と言ったのか。ちょっと待って。コテージのそばの無線小屋に男が2人。いつの奴らだ。数には入ってない。俺たちのこととは限らないさ。そうかな。どう考えたって俺たちのことなんじゃ。そんなありえないだろうな。ああくそ、居場所がバレてる。ここはまずい。くそくそ、なんで。落ち着け。よし行くぞ。ケイトリンや他のみんなと合流しよう。いるって言わなかったんだよ。自信がなかったんだ。くそ、あれなんだよ。知るか。なあライアン、今の。ケイトリン、アービー、ニックもこっちに来る。やばい、ここに向かってる。危険を知らせないと。放送は。ああなるほど。よし、じゃあすぐ隠れろって。こいつ、くそ。ボタンを。ケイトリン、建物に入れ。来るな。小屋の外にあの獣がいる。とにかく近くの建物に。どこでもいい、急げ。なんだよ、クソ。よし、なんとかしないと。ほら、仕留めよう。普通の動物じゃない。銃で殺せるかな。殺せないはずないだろう。正体不明の怪物みたいな獣に銃を撃ちながら突っ込んでくのがいい考えとは思えないんだ。他に何か手があるってのか。もしあいつが犬みたいに耳がいいのなら、高周波のハウリングを発生させてそれを大音量で鳴らせば効果があるんじゃないかな。あいつにとってはものすごい苦痛なはずだけど。よし、わかった。とにかくやってみよう。よし、さあディラン、やるぞ。よし、ほら来い。ほらディラン、深呼吸だ。自信を持て。オーケー。そうだね。何か足りないな。でも何が。こっちに来るぞ。早く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 。くそ、向こう遅きだ。
しまった、あいつめケーブルを直そう、援護するから。クソ。